結露とは、固体状態における物質の表面、または内部で空気中の水蒸気が凝縮する現象のことである。例、温度摂氏20度、湿度50%の室内における露天温度は摂九9.6度であり、壁や窓などの表面が摂九9.6度以下の場所で結露が発生する。結露している窓蝶炉がついた雲のスイッパンに結露といえば表面結露を指す。 最も多い事例は、陶器、窓ガラスやアルミサッシで発生する結露である。発生原因は、居住者の生活様式に起因することが多い。開口部に断熱性能の高い、服装ガラスや断熱サッシなどを用いると、開口部付近での表面結露は起こりにくくなる。建物の室内側に、防湿層がなく、 室内で発生した水蒸気が壁体内に侵入する場合に発生する。これにより木材や断熱材等の腐敗や劣化が進み建物の寿命が短くなる。主に冬に起こるがエアコンの普及により夏季にも起こり得るようになった。建物ではないが布団が湿るのも同じ原理である。太平洋部の温度は摂氏36度程度で水蒸気を発散している。 布団の厚みの中で外に向かって徐々に温度が下がっていく。室温が低いと布団の中で結露が起きるので布団は湿り頻繁に干さなければならない。これを防ぐには室温が下がらないように保温し、布団の中で結露が生じないようにすることである。室内の水蒸気の量が多い場合に発生し、外気によって冷やされるガラス、サッシ、壁の中の温度が 露天以下になる部分で生じる。自動車では、冷え切った、車体表面に結露が発生する。また、トンネルや屋内に入った際、窓の外側や、リアビューミラーの表面が曇り、視界が妨げられることがある。下記の地下室や常時解放された倉庫などの床、エアコンがよく効いた部屋の冷たいものに高温多湿な、外の空気が流れ込んで接触することで発生する。 また冬型結露の逆で、エアコンでよく冷やされた建物では、外部の湿った空気が壁の内部に侵入し、温度勾配の露点温度以下の部分で発生する。壁の外部にも、防湿膜を設置することにより避けることができる。建物や自動車の窓では、室内を冷房した際に屋外側に結露が発生する。基本的な結露防止手段として、室内の水蒸気量を減らすか、 表面温度を上げる方法がある。換気室内の空気と外気を換気によって入れ替えることで結露を防ぐ方法。ただし、導入する外気の状態によっては、結露を助長し悪化させる場合もある。陶器の場合は、絶対的に外気の絶対湿度が少ないため、換気を行うことで、室内の水蒸気量を減らすことが最も有効である。逆に夏季に生じる夏型結露では、 湿度の高い外気が問題となるため、換気は結露を促進してしまう。除湿室内空気中の水蒸気を直接的に除去する方法で、室内を密閉状態にした方が除湿の効果は高まる。室内の水蒸気量を減らすために、除湿器や除湿剤を用いる手法があるが、除湿剤の場合は、使い捨てであったり、除湿量について物理的な限界もあり、 除湿器の方が確実である。夏型結露では、除湿器で除湿を行うことが最も現実的な対策である。断熱、暖房空気温度が高くなるほど、空気中に含むことができる水蒸気量は多くなり、結露が発生しにくくなる。内部結露は、一過性のものであれば結露しても乾くため、発生量が少なければ問題とはならない。 防湿層の施工建物の計画段階で、室内側に防湿層を設けなければならない。壁の中の温度勾配で露天に到達すると結露が起こるが、その元になる水蒸気が室内から壁内に侵入しないよう、ポリエチレンフィルムなどの防湿膜を設けなければならない。水蒸気が流出しやすいコンセント、スイッチボックスなどにも防湿シール等を施す必要がある。 雨が降っている時の窓の結露建築工事における結露は湿気、カビの健康問題、木材の腐敗、腐食、モルタルや湿味みの壁の弱体化、熱伝達の増加によるエネルギー損失を引き起こす可能性があるため望ましくない現象である。その改善のためには室内の湿度を下げるか建物内の換気を改善する必要がある。例えば窓を開けたり、 換気扇をつけたり、除湿器を使ったり、外で衣類を乾燥させたり、調理中に鍋やフライパンを覆ったりすることが挙げられる。空調や換気システムを設置して、空気から湿気を取り除き、空気を建物全体に循環させることができる。温度を上げるだけで空気中に蓄えられる水蒸気の量を増やすことができる。しかし、 家庭内の結露の大部分は暖かく湿った重い空気が冷たい表面と接触した時に発生するため、これは両場の剣である可能性がある。空気が冷やされると、それ以上の水蒸気を保持することができなくなる。これにより、冷たい表面に水が堆積する。このことは、冬にセントラルヒーティングを単一ガラス窓と組み合わせて使用した場合に非常に顕著である。 構造管における結露は、熱鏡、断熱材、防湿材、断熱ガラスがないことなどが原因で発生する場合がある。稲の栽培の場合、結露による水滴が残っていると、胃持病が発病しやすくなる。ABCD、東北地方多節、管理地設備設計要領。国土交通省東北地方整備局。2017年9月9日閲覧。AB、 コンデンセーション、プロパティハイブ、2020年1月8日閲覧。コンデンセーションアラウンドザハウス、ホワットコゼスコンデンセーション、diydata.com、2008年1月13日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年1月8日閲覧。なぜ早朝になると、葉っぱの先に水玉がついているのでしょうか。何かの資料で、それは稲に。 とても良いことだと書いてあるのを見たのですが、なぜ水玉がついていることが稲にとって良いことなのでしょうか。山形県農業総合研究センター水田農業試験場。ありがとうございます。